市民の皆様に、大変ご関心のあるコロナのワクチン接種について、現在の状況をお伝えしたいと思いますので、一応順調に進んでおりまして、65歳以上の方がの接種が6月18日から65歳以上、69歳までの方が接種が始まりますので、大体順調に進んでおります。7月末までになんとか65歳以上の方は終わらせたいという強い希望を持っておりますが、多少の例外はあるかもしれませんけど、順調に進んでいるなとこに思っているわけでございます。それで問題は、その65歳未満の方から12歳以上の方をの接種が始まるわけでございますけど、そのクーポン券は6月の22日から発送いたしますので、皆さんのお手元にクーポン券が参りましたら、その封筒の中にその予約の仕方について書いてありますので、それを見ていただいて予約をしていただきたいところに思います。60歳から64歳までの方は7月の7日から予約受付を開始して、接種は7月の15日からというふうにセットしてあります。で、あとは60歳から64歳まで終わりますと、あとは10歳ごとで刻みでいこうと思っておりまして、50代の方はその1週間後ぐらい、40代の方はまたその1週間後ぐらいから予約受付、そして接種も大体1週間の差を設けて順次接種していこうとこういうふうに思っておるわけでございます。基礎疾患のある方は少し優先的にしたいということで、あらかじめ私は基礎疾患があるよというのを届けていただきました。それを踏まえてですね、少し早くその年代の区切り関係なしに受付をいたしますので、どうぞ遠慮なしに申し出ていただきたいと思います。病歴などは踏まえて申し出ていただきたいと思うわけでございます。高崎の場合は何度も申し上げておりますけど、ちょっと他の市と多少違いまして、一つ大部分は町のお医者さん、あるいは町の病院のお医者さんに受けて接種していただくということをしておりまして、大体200人ぐらいの高崎市内のお医者さんが接種協力するよということをやっていただいて、本当にありがたいことだと思ってますけど、ただですね、早く接種を済ませ行かせたいということがございますので、それじゃあ高崎市内に8カ所の別の接種センターというのも設けまして、そこでもやっていただく、そして土日ですね、土日やっていただくということですから、町のお医者さん、あるいは大きな病院でもいい、それからその接種センターでもいい、選んでいただくと、こういうやり方をしてます。それをちょっとお含みを聞いただいて電話していただきたいと思うわけでございます。もう一つですね、高崎は群馬県が高崎の、昔の競馬場の跡地のコンベンションセンターにで、群馬県全体を対象とした接種大規模接種センターというのを設けるということで、これが6月の17日からオープンするということですが、最初は急いでやらなくちゃいけない職業の方を優先的にやりたいというお考えのようで、例えば保育士さん、あるいはその先生、それから警察官、あるいは消防に当たってくださる方と、そういう、一般的に急ぎと考えられております職業の方を優先的に接種するという考えでやっているようでございますので、高崎市内でそういう職業についていらっしゃる方は、その関係団体の方の情報を手に入れられて、その県の接種センターで、接種していただければ、ちょっと早く接種ができると思いますので、これは情報は団体の所属している団体なり、あるいはその学校なり、園、保育所の方で情報が行くようになってますから、それを確かめていただいて接種していただけたらいいと思います。そういうことで、私どもは65歳以上の方は7月中には終わらせたい、そして12歳以上の方は11月の末ぐらいまでにはなんとか終わらせたい、一部そのスケジュールが合わない方はちょっと別ですけれども、終わらせたいという気持ちで急いでこうやっていきたいと思っています。なお12歳から学校は小学校5年、6年生ということになりますけど、6年生と中学生の接種の仕方については今検討中 で、いずれ分かりはっきりしましたらご連絡しようと思ってますが、そういう一部の
詰まってないところがございますけど、基本的には順調に流れているとこういうふうに思っていただきます。詳しくはクーポン券の発送している内容をよく確かめていただきまして、対応していただきたいと思います。以上、どうぞよろしくお願いします。